ここからあのテクニックを皆さんにご覧いただいて、えー、ぜひ、えー、覚えていただくんですけど、えー、私たちのうーこの、えー、肋骨矯正法の大きな特徴がうつ伏せはしません仰向けです。というのも肋骨を調整していくわけですからうつ伏せをしてたのでは肋骨が触れません。つまり仰向けの状態でやります。これは。えー 患者さんにとっても楽な姿勢ですねですからこの、えー、仰向けの施術で、えー、十分に、えー、胸椎も変わるのは先ほどの理論の中でもお伝えしていると思います肋骨を使って調整矯正してあげることで、えー、胸椎は、えー、矯正調整できますえー、一番最初に行うのが、えー、下準備ですね腹斜筋をどける、えー、肩をどける 下の重りを取る上の蓋を開けるこの動作をしますそして肋骨を上げるというこういう流れになってますこの流れをすることで非常にスムーズに治療が進むと思いますのでねそのことも踏まえて一つ一つのテクニックご覧くださいではまず腹斜筋ですこの腹斜筋をまずどけてあげるこれを今から行いたいと思います 腹斜、えー、筋は、えー、皆さんもご存知のように、肋骨と腸骨の間についてますね。肋骨と腸骨の間にこの2つの、えー、筋肉がこう交差する形で、えー、ついてます。これが後ろ側に回り込んでしまうということですね。